ポンペイ地震の震源地ポンペイ地震は、紀元62年2月5日に、イタリアカンパニア州のポンペイを中心に発生した地震である。この地震は、17年後のベスビオ山の噴火の前兆であった可能性が指摘されている。紀元62年2月5日、ポンペイや他のカンパニア諸島は、大地震に見舞われ、壊滅的な被害を受けた。推定される規模は、 マグニチュード5から6程度とされるが、信号に位置していたポンペイは、町の大半が破壊状態となり、町から逃げ出す人もいたという。復興、再建作業はされたが、不完全な状態が続く中、79年のベスビオ噴火が発生し、火災流でポンペイなどを埋没させ、ベスビオ山周辺の地域一帯は壊滅した。この地震は、17年後の大噴火の前兆であった。 可能性が指摘されている。しかし、この地震は、ポンペイの住民に帰って、油断やおもりを与えてしまったことが、17年後の噴火の際に露呈した。この地震で逃げた人々が、揺れが収まった後に、家へ戻ると、火事場泥棒に財産が盗まれ、財産がほとんどなくなっていたというケースが多発した。そのため、79年になって、ベスビオ山が大噴火し、 地響きが起きても17年前のこの地震を思い出して逃げなかった人や、あるいは逃げたのに財産などが心配で戻ってきた人が大勢いたという、ありがとうございます。